こんばんは、黒木太郎です。生きてるって最高だぜ。ということでね、今日はこちらに来てます。本厚木。今日はね、ここで何をするかというと、じゃじゃん、12月9日黒木太郎ね、自主企画イベントザ・ソウルっていうねイベントがあります。そのイベントに向けて一人でも多くの方にね、会場に足を運んでいただきたいと思うんですけれども、そのためにはまず黒木貴弘を知ってもらおうということでね、僕の音楽仲間田之倉浩樹とこれからね合同で路上ライブをやっていきたいと思います。ただただね、路上ライブをやるのでは雑草レベルが上がらないので、今日はこれからチャレンジしていきたいと思います。やる内容はもちろんこれ、ドーン、雑草チャレンジボリューム7。1時間全力で路上ライブやったらチャンネル登録者数何人増やせるのか、イン本厚木。現在が608人なので、そこからスタートしていきたいと思います。レッツ・ザ・ソウル。説明しよう。ザ・ソウルとは、踏まれても転んでも立ち上がり、目標を達成させるまで粘り強く戦い続けることを言うのだ。なんで今日止まっちゃったの、これどうに思いがなくて、またその笑顔見たくて、たけるてるデイバイデイ。シンガーソングライター黒木貴弘と申します。よろしくお願いします。はじめまして、本厚木の皆様。今日はちょっとね、 YouTube 喋ってる今日はちょっと YouTube の企画で今路上ライブやってるんですけれども、あの年内に1万人目指してまして、まだ600何人なんですけれども、皆さんもね、よければ URL ですか、 QR を、 QR コードね。URL じゃない、 QR コード、 QR コード、そういう風に言うみたいですよ、これ。QR コードっていうんですか、あの携帯でね、読み取ってもらって登録してもらえたら嬉しいです。1時間ぐらいできるのかな。ちょっと頑張ってね、いきたいと思います。よろしくお願いします。ゼロ、世界で一番可愛い1が今ここに生まれてます。人生は輝く、羽ばたく、瞬く明日へと。 I'm first of Penguin、 yeah。 ありがとう、寒い中聞いてくれてありがとうございます。開けるのさんを逆風に吹かれ、高い壁に打ち当たるほど、人生は輝く、羽ばたく、瞬く明日へと。I'm first of Penguin、yeah。 どうしたの今日、どういうことなのこれ。輝く、羽ばたく、瞬く、明日へと。 I'm first of Penguin、yeah。 ディン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 。ありがとうございました。守るため、はい、アンパンマン、優しい君は行け、みんなの夢守るため。100% 勇気、もうやりきるしかないさ。僕たちが持てる輝き、永遠に忘れないでね。オリジナルダンスです。ありがとう。田之倉浩樹と黒木貴弘でやってるんですが、彼がですね、 YouTube チャンネル、皆さん今も主流の YouTube チャンネルですね、こちら登録者700人を目指して今チャレンジ企画やっております。なんか音がするなと少しでも見てくれた方、この QR コード、彼曰く QRL をですね、読み取っていただいて、登録をしていただきたいなと思います。あ、してくれるんじゃない。お母さん、ありがとうございます。やったね、お母さん、ありがとうございます。やったね、お母さん、ありがとうございます。すごいね、子供がやつにやったねとか言ったじゃないか。ありがとうございます。先輩に対してやったねとか言った。ありがとうございます。いやー、嬉しい。その雲が雨を降らせて、マイク直して、動き終わっちゃった。虹が出る、どうせこの見えないのに、青ずる初めてのキスを繰り返してほしい。高に行こう。愛が僕に噛みついて離さないと言うけれど、
ジナル曲です。すごいすごい、もうやばい、みんなが嘘って分かっちゃう。これもう次の皆様こんばんは、シンガーソングライター黒木高弘です。ということで、本厚木の路上ライブ終わりました。今日はね、608人からのスタート、果たして結果は何人だったんでしょうか。ドゥク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 ドゥドドン、613人、5人増えました。今までの雑草チャレンジの中では一番少ない人数の結果だったんですけども、今日も僕にね、まず会いに来てくれた方たちがいたり、もうちっちゃい子がね泊まってくれて歌聞いてくれたりね、新たな出会いがあって本当に嬉しかったです。見てくれた方本当にありがとうございました。かの有名なトム・ワトソンはこう言いました。目標に近づきたいんじゃない、目標を達成させたいのだ。これだよ。年内 YouTube チャンネル登録1万人目指してます。その1万人僕は近づきたいんじゃない、絶対達成させたいんです。その思いでね、まだまだチャレンジあるのみなので、また明日から頑張っていきたいと思います。この動画がいいなと思ってくれた方、熱い心で応援しようと思ってくれた方、ぜひともチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。ではいつでもみんなのタガヒーナトゥー。ここ鳩糞すげえのよマジで、ほんと糞だらけだよマジ。